はい、どうも皆さん、こんにちは。サワヤンゲームズですと。しゃーってことで、本日、昨日、3月31日に、リリースされたばかりの、最新、間違い探し系ホラーゲーム、悪夢の家を、プレイしていきたいと思います。はい。ついこの前まで新幹線0号、そしてまあ8番出口からね、こういったゲームに火がつき、現在この第3作目なのかな、わかんないけど、もう他にもっといっぱいあるかもしれないけど、こちら悪夢の家をプレイしていきたいと思います。ルールはね、ゲームを買うときにね、書いてあったんだよね。なんか、主人公はどうやら悪夢の中でうなされてて、で、その悪夢から目覚めるためには、6日間、寝なきゃいけない。で、6日目に部屋から脱出する。その間に、この家ではいろんな異変が起きます。異変が起きなければ寝ればいい。起きたらなんかリビングにあるものをなんか使ってやらなきゃいけない。わかんない。まだやってないからわかんないんだけど、どうやらそういうゲームです。怖い気がします。はい。なんで皆さん、ぜひ最後までよろしくお願いします。悪夢だからね。はい。じゃあ行きます。スタート。リアルなんよ、音がね。で、これ進むのかな？これだ、これ、これも、もう勝手に入って、勝手に入って、勝手に入ってた。はい。これ主人公だね。で、これ目が覚めるわけよ。リアル。めっちゃリアル。めっちゃリアルだけど。もうスキップはしたくない。はい。出ました。ムーブー、はい。The operating instruction can be found in the pause menu. OK。OK、ポーズ。OK、OK。クラッチって何？ランって何？は、クラッチって何マジで。オッケしゃがむ？だってしゃがむもあるの？しゃがむもあるの、このゲーム。揺れるし、なんか頭。で、これがどうやら寝室で、この寝室には異変はないらしいのよ。寝室に異変がなくて、で、寝室から出たら、異変があったら、なんかリビングにある道具を使ってなんかするみたいに書いてあったんだよ。ちょっと待って。異常にリアルじゃない？ここ開かない？この扉開かないね。待って、クソ怖いんだけど。しゃがむって何？なんかやばそうなおっさん。この絵をここに飾るこのセンス。ちょっと問いたいわ。そのセンスを。とりあえず降りてみるか。はい。これが？おっさんがいるぞ。目が合ってるぞ。めちゃくちゃこっち見てんぞ、おっさん。これがどうやらリビング？ダイニング？これは。引き出しとかいろいろある。いろいろ一応探索してみるよ。怖っ。俺と照明か。待って。今までやってきた間違い探し系の中でぶちのリアルさを誇ってる。大丈夫そう？一旦おっさんのとこ行ってみる。はい。めっちゃ優しそうじゃん。どえらく見てくるよ。どえらく。おい、拳銃？は？ I don't need it now。今はいらない？これから必要になってくる可能性があるってこと？これから必要になってくる可能性があるってこと？まあ、これが多分異変のない状態の部屋だということを記憶しなさいっていうフェーズなはず。これ系のゲームって、大体。飯食おうぜ。ミートボールパスタ。ミートボールスパゲッティってうまそうじゃん。で、ビールと。俺、女性キャラなのかな？隠れるとかないね。ビール好きなんだな。あと、歩くたびちょっと頭揺れる、何？ちょ、酔ってんの？これ開けてみる？ここも開かない？しゃがんだらいけるとか。関係ないわ。関係ないわ。先行ってみるか。怖いんだけど、なんか普通に。何も開かなくない？とりあえずこれが通常状態という認識よろしい？何も開かないし。ねえ。こいつが一番怖いんだよ。なんか首ちょっと、頸椎ちょっと折れてないか？ねえ。お前普通にテーブル乗るの？I don't eat now。 とりあえず戻るか。すごいな。このソファーとかも乗れちゃうの、こうやって。
ジャンプとかなさそうだね。窓から外覗いてみる。なんかある。なんもないね。とりあえずこれが異変ない状態で、これでもう一回寝るっぽいんだよ多分。これ寝て、で寝て寝るんですよ。これでこれ今進んだのかな。あ、だからカレンダーあったよね途中。カレンダーが進んでれば進んでらず。あ、1になった。31だったよね。悪夢の始まり。悪夢が始まったらしいよみんな。え、あ、で寝室は異変はないって言われてたから、でこれが今1でしょ。でこれ6になったら出ればいいんだよ。6日になったら出たらいいらしい。てかマジで俺これゲーム買った時に、え、こんな明るかった？そもそも。え？開かない。え？こんな明るかった？このゲームさ、買うときに説明書読んでなかったら終わりだよ、これ。一生わからんぜ。よかった、読んどいて。下行く？怖いんだけど。悪夢始まってんでしょ？異変が起きるんでしょ？クソ怖いね。外明るい。あ、まあ朝だからか。朝だからっていう認識で大丈夫そう。なんか急にさ、これうわってさ、ビビらせるゲームな気がするんだよ俺。やべ、全然周りちゃんと見てなかった。Waking up from a nightmare。 え、どういうこと？悪夢から目覚めるって。待って、俺自殺したってこと？なるほど、異変があれば拳銃で頭を撃てばいいんだね。なんか正解したわ。異変が何か分かんなかったけど、どっかに異変があったけど、なるほど、異変があれば拳銃で自分の頭ぶち抜く。で、異変がないと思ったらここに持って寝る。ようやく理解したぜ、このゲーム。オッケー。とりあえずデイ2だ。で、間違えると最初に戻るらしいぜ、みんな。え、やっぱり。やっぱ明るいのが異変だったっぽいね。うん、夜だもん基本的に。今のあの明るいのは異変だわ。うん、だから正解だわ。オッケーオッケーオッケー、大正解。勝手に朝とか、朝とかって俺言ってたけど、めっちゃ怖い。音がなさすぎて、無音すぎて、それが怖いわ。え、なんか今回異変なさそうじゃね。ある？あいつが一生見てるのがマジ怖え。で、これ多分間違えて、異変あると思って拳銃ってぶっ放したら、死ぬことになるから、多分ダメなんだよ。あいつはずっと見てくるな。マジでずっと見てくるな。ミートローススパゲッティとかちゃんと見とけばよかった。え？ 3 個だったよね。え？マジ異変なくない？わかんねえ。異変ないように思えるけどね。最初と同じ感じしない？あの一生見てくる、ジロジロ見てくるおっさんが俺の中で確実なる一生異変だけど、首も相変わらず曲がってる。扉、電気とかもついたり消えたりしないよね。開かないしな。ミークリックも関係ない、しゃがむも関係ない。え、異変ないように思えるけどね。ビールも2缶、ここも2缶、全部正常じゃない？あれ、うん、正常な気がする。今んとこ悪夢っぽい悪夢はないけどね。寝るか。なんもない気がする。引き出しも大丈夫そう。近くまで行ってみるよ。なんもない。ライトもついてる。これないわ、なんも。これはいけた多分。このおっさんも大丈夫だよね。怒ったまま。こことかも異変ありえんのかな。こういう部屋開かないんだよね。もう大丈夫そうだ。寝るわ。頼む、会っててくれ。
スリープ頼む。一発クリアベアス。俺こういう系のゲーム強いからね。どう、え、どう、頼む。え、え、ど、ま、どういうこと、え、間違えた俺、え、間違えた、一のままだよね。異変見つけないと、異変がない日に寝ても進まないってこと。え、このおっさん2体もいた、え、おっさん2体いた、え、おっさん2体いた、え、2体もいた、おっさん、え、待って、おっさん3体もいた、え、くだむ、え、おっさんまみれ、おっさんまみれ、おっさんの絵まみれ、おっさんの絵まみれ、気づいた、さすがに。これはおっさんの絵まみれ。鳥肌立った。これ進むべ、2だべ、次。よし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 。おっさんの絵まみれに気づいて、結構に、出たらすぐ異変ってパターンもあるんだな、ほらほら。ほら、やっぱ絵違うもんね。おっさんの絵まみれのことはないもんね。よく気づいたわ。あ、でもこれほんと注意深く見なきゃいけないね。手すりとかも見た方がいいのはちゃんと。階段とか。そうそう、果物だったね、やっぱり。で、あ、間違えたら振り出しに戻るから、で、なんもなかったら寝るで、多分もう一回起きなきゃいけないんだよね。こいつがマジで怖い。頼むから見ないでほしい。やば、まばたきもしねえ。ドライアイの極み、叫ぶ系やめてほしい、マジで。大丈夫そう、後半開くのかな、ここ。あれ？なんでナイフとフォーク左に置いてあんの？え、なんで？逆だし。普通ナイフ右だぞ。フォーク左だぞ。え、待ってす。待って。もしそれだとしたら俺ちょっと、まずいかも。うわ、見てなかった。なんかおかしい気がするけど、ナイフとフォーク。こっち逆だし。俺なら異変だぜ、これ。撃ってみていい？ごめん、ちゃんと見てなかった。撃つわ。頼む。ミスった。ミスったからの世代。ミスってるわ！ミスってるわ！あれが正常か、バカタレ。クソザ。やっぱこれが正常か。正常だったのか。もっと多分分かりやすいんだろ、異変。なんかもっとちょっと多分そんな凝ってないはず。くっそ、やられたわ。か、影、か、か、影とか見た方がいいかもね。絨毯とか、うん、これ異変ないだろ。あの植物こんなでかかった、こんなでかかった植物。え、やばい、ちょっと慣れる時間かかりそう。え、こんなでかかった、突き抜けてるぞ。え、こんな天井突き抜けるほどでかくなかった。これ絶対異変だろ。これ絶対異変だろ。確実でかいよ。何回自分ぶっ殺すんだろ、俺。やっぱりね。絶対あれ植物でかかった。確実に。あ、やっぱりほら。やっぱでけえじゃん。確実にでけえじゃん、植物。理解してきた。理解してきた。理解してきた。理解はしてきてるよ。異変なさそうだけど、パッと見。パッと見ないよ。パッと見ないぜ。パッと見ないよ。ハイライフォーク、いつも通り、ビールもある。ないんじゃねこれ。今な、口開いたなって、お前。今、口仕上げなかった。え、そのさ、ちょっとかかと浮かせてる、何？ちょっとなんか、何？かかと浮かしてさ、その血流良くしようとしてる、何それ。名前何、これ名前決めよう、こいつに。うん、ジャクソンでいいや。ジャクソン、かかと浮かすな、お前。ジャクソン。ないけどな、異変。
パッと見ないぞ。俺には見えない。おっさんもいつも通り怒ってる。寝るわ。2でしょ。これ寝ても正解とかになんないのかな。寝て正解で3になんないのこれ。2のままだったら正解だと思う。嘘だー。いや、どこに異変あった。待って、今までの異変見つけるシリーズのが一番むずいぞ。このゲーム一応30分から60分でクリアできるって言われたけど、俺もっと時間かかりそうだわ。え、こんな汚れてた家、壁やばいんだけど、なんか異常に汚い気がする。ごめん、汚すぎる。どう、頼む頼む。よし、多分汚かった。多分壁、俺の予想壁が汚かった。知ってる。え、壁じゃないかも。え、壁普通。え、この天井の跡何、照明の跡。え、何、本当に待って、超絶難しいんだけど。え、開ける方法とかあんのかな。開ける方法ない、ないね、開ける方法。え、照明も普通。だ、もうちょっと分かりやすい異変出していくんない。明らかなる異変、明らかなる異変がないんだけど、ニア以降進めてないんだよ俺。異変ないように見えるけど、異変ないぞ。こいつもずっと見てくるでしょ。てか植物よ、ビッグダムでしょ。本とかなんかもっと見た方がいい。死で天井の跡がちょっと気になるけど、それ以外何もない。え、待って、ここ取れないの。え、そういう仕組み。ここは登れんのに、ここ登れないの。ここ通れないの。ここなんで床のシミ。え、こんなシミついてた。え、待って、ガチめのガチなさ、ガチな間違い探しじゃん。な、無理じゃね、そんな記憶すんの。あからさまな異変出してまでは分かんないぜ。なんもない気がする。なんもない気がする。寝ていい？なんもない気がする。なんもない気がする。頼む、3になって。あ、3になった。正解！初めて3。初めて3。初めて3。来た。初めて3だよ。なんもなかった。今しかもさっき注意深く見てなんもないっていうのを覚えたのはでかい。ガチで。なんか扉開かないの、マジこれいつか開くようになるのかな。エスカレートしてくんのかな。レベルアップするのかな。まず全体を見る。降りる前に全体見る。階段も大丈夫そう、壁も大丈夫そう、ソファも大丈夫そう。明かり、え、やっぱシミは元からついてた。はい、異変なかったもんね。植物も普通。おい、おっさんがおかしいぞ。おっさんが一枚の紙っぺらになってるぞ。おい、取り付くアート系のおっさんになってるぜ。おかしい、大異変だわ。取り付くアート系のおっさんは大異変だわ。ようやくわかりやすいの来たよ。で、これ4だろ。オッケー、そういうのありがてえ。よし、さあ、さあ、行くよ。これ、拳銃を使って誰か撃つ必要がないっていうのが、まず一安心、これ。ソファーも普通。絵も普通。大丈夫だよ。おっさん、いる。はい。結構いい部屋あるね、もう。なかなか。あいつ、マジ。あいつは、ちょっと常に疑い続ける必要がある。シミも普通。扉も開いてる。カーテン。
カーテンとか見るべきかな。今度なんだこいつ。一応多分 こいつ近辺いろいろ起こりうるってことがよく分かった。あとで動画でさ、俺普通だね。つま先さっきより上がってない。なんかちょつま先でもそんなもんか。そんなもんだな。で植物2つ、ここもライトも大丈夫そう。ダイニング、ダイニングルームよ。ここら辺覚えらんねえわ。怪しげな扉とか見た方がいいかもな。ゴミ箱、え、なんも言えない。花、異変なさそうだけどね。カーテンも普通開いたりする。開かない。こっちは扉の模様とか、え、なんもなくない。なんもないよ俺からしてみたら。なんもねえと見た。なんもねえ。待て、ちょ、天井とか大丈夫そう。いや、なんもないわ。こっちもなんもない。いける、寝よう。明日は5日になる、きっと6で終わりだから頼む。来い。5のまま、オッケー、オッケー、正解だ。じゃあ正解だ。5のままなら正解だ。異変なしだった、異変なしだって。5のままだから、オッケー。次異変ある可能性がある。おい、押す、え、おい、あいつどこ行った。おい、あいついないぞ。え、クソ怖い。え、ちょっと待って、ちょ、一回ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね。めちゃめちゃ怖いぞ。ここにいなくて左見たらいるぞ。なあ、行くよ。ちょ、マジ怖い。見てる、こっち。うんちしてる、うんちしてる、え、うんちしてんじゃん。え、なんかごめんなさい。なんかほんとごめんなさい。え、え、うんち流した。見に行ったら終わる。え、寂しくなって流したの。もう一回見に来てほしくてうんち流したの。そういうこと。これ異変だよね。うんち流してた。すごいシュールな異変。これ6だよね。6、え、メモ、あ、はじ、待って、のん、待って、え、嫁だ。何語、イタリア語。ノンラスクラシストラフアノマリアアテリギスルタボロインタインタディインソリート。イタリアっぽいね。Se non trovate nulla di insolito, dormite nel vostro letto, みたいな。La mutazione non esiste in camera de letto. Uscire dalla cassa attraverso la porta di ingresso lì six quando non è presente la mutazione. なるほどね。はい。実はイタリア語もできるんですって話。6になったら出たらクリアだよ、確か。クソ悪夢は？
え？これはヤバすぎやろ！落ち着いてくれ！え、これ異変？これ異変じゃん。これ大異変だよ。これ悪夢でしょ！え、これ俺最初からだとこれ正常だったら俺怒るよ。OK、6。これで何もなければ俺出ていいはず、多分。正常のはず。正常のはず。え？え？待って、バカ怖い。クソ怖いんだけど。え？ガチ怖い。え？悪夢じゃん。悪夢じゃん。悪夢じゃん！悪夢じゃん！手が忍び寄ってたじゃん！クソ悪夢。え？一生悪夢これ。一生帰らせてもらえないこれ。異変がなければ外出たいんや早く。え？頼む。何も来らないで。何も来らないで。何も来らないで頼む。終わりたいの俺。絵も大丈夫そう。おっさんもう普通、頭回ってない。椅子も大丈夫そう。ねえ、待って、終わりだよね。これも全部普通。あ、会いたいしない？しないね。出れんじゃないこれ。来たんじゃない？来たはず。これいける。出ます。これ多分これ飛び、この扉開ければ OK なはず。いくよ、頼む。クリアだよね。うわあ！失敗だろ！嘘だ！うわ最悪だ！嘘だろ！え、何があった？バカビビった！うわ、もう一回やんのか。多い変です、ピンパン多い変です。絶対開けちゃダメです。はい、クソ怖い怖い怖い。ピンポンすな、マジでガチピンポンすな。クソ怖い、え、クソ怖い。鬼ピンポンされてた。異変めちゃくちゃあるこのゲーム。普通だよ、めっちゃ。異変ないぜ、異変ないぜ、異変ないぜ。奥まで行ったらたまに扉が開くとかないのかな。ないね。完璧じゃん。こんなとこ植物あったっけ、わかんねえ。寝るわ。言えんねえ。サクサク行きたい。間違えて扉出た時後ろにおっさんに襲われるか、それだけマジ嫌だ。トラウマあれ。頼む。え、クソむずい。過去一むずいぞ。はぁ、どこにあったんだよ。嘘だろ！全くわからないんだけど。照明も普通でしょ、だって。椅子も普通。ビール、パスタある。全部ある。異常なし。異常なしだよ。あ、ね、異常ないときは先進めないのかな？異常あるときだけしか先進めないのかな？異常ないとき寝たらダメなの？異常ないようにしか見えないけどね。あ、やっぱ進むじゃん。正解だったら進むじゃん。カーテン長くないか？窓の高さにこの長さ必要？これ異変だと思う。これ気づいたんじゃね？俺これ気づいたんじゃね？あそこあんな長いカーテンである人全くないもんね。どう？ 3 でしょ。は？しばき殺す、本当に。しばき殺すさ、あのカーテン。嘘でしょ。え、逆に植物ちっちゃい。
やっぱ長いカーテンだったのか。え、じゃあおかしいよ、変えた方がいいよ、そしたら。は？このゲーム俺が思ってた8億倍難しいわ。俺一生悪夢から目覚めれないかもしんない。一生出れないぞ。全部大丈夫だよね。寝るよ。異変感じないよ。異変感じない。さっさと終わらせたい。俺このゲームわからない。バカみたいにむずい。バカみたいにむずいんだけど。嘘でしょ。イタリア人が作った間違い探しレベルおかしいだろ。難易度鬼だよこれ。難易度ガチの鬼。全く違いがわかんない。え、さっきと全く同じなんだけど。扉とかもっと全部注意深く見なきゃいけない。絵とか椅子とか。椅子も普通だけど何もないじゃん。おっさんもいつも通り見てくる。ガチで何もない。徐々にさ、徐々に変化するとかってパターンないよね、さすがに。何もわかんねえ。俺なんかこれ異変ないもん。一生進まない可能性がある。どう？頼む！悪夢から目覚めたい。よし。今のが異変ないと。おい、バカ怖え。で、てめえそこに座ってんだ、クソ野郎。おい。てめえそこ座ってんじゃねえぞ、マジで。な、お前2体いんの？おい。お前ら2体いんだよ！バカ怖えじゃねえか、2体いんの！ふさげんな。クソ怖え！触れたわ、今。こういうのはありがたい。マジでありがたい。もう一回座ってくんねえかな。ここでなんか異変見たことなくない？まだ。俺が気づけてない何かがあるんだよ。確実に。これはバカでも気づく！これはバカでも気づく！気づけないわけがないのよ！バカでも気づく、あれは！ビビった、マジで！急にグロテスクなことしてくんじゃん。進んだよ。読んだよ。とりあえず6まで行かなきゃいけないんだよ。6で出ろだよね。これさ、言語変えれないわけ。セッティング。日本語あるやん。え、ちょっと待って。日本語あるやんけ、バカだれお前。日本語あるじゃねえか、お前。やっぱ異変のない6日に外から出ることが重要。OK。覚えた。ここに来て、ゲーム1時間ぐらいやって、ようやく覚えた。うん。あん時異変あったの。信じられないんだけど。おい、家族増えたぞ。めちゃくちゃ家族増えてる。めちゃくちゃ家族増えてる。全員俺のこと見てる。拍手の音めっちゃリアルじゃない。個人的にはこのお姉さんがタイプ。お前も拍手しろよ、バカ。お前拍手じゃ、お前撃ち殺すぞ、お前クソじじい。ふざけんなよ。撃ち殺すぞ、マジで。てめえも拍手しろよ。これ悪夢だろ、どう考えても。いいよ、わかりやすいよ、来てるよ、5だよ。わかりやすいよ、来てるよ。一応見に行くよ。何もなさそうだけど。え、なんかこんなグレーな板あった。え、やばい。いや、あったな、多分あった、さすがに。いや、わかんねえ。難しいやつ来たかも、みんな。難しいやつ来たよ、これ絶対に。こう要だよ。
びっくりするぐらい異変がないように見えちゃう。ここで扉が開かないのマジ怖いんだけど。異変ないように見えるけどね。なくね。ごめん、本当にない。本当にわからない。これだったら。テーブル。普通だけどね。うん。え、あ、照明の。いや、大丈夫だ。照明の影だ。家ないぞ。もう一回おもこいつ見とく。異変ないわ。異変ない。ごめん、俺これあるとわからんわ。小鉢がちっちゃい。いや、そんなことお前普通。カーテンも普通。カーテンも普通。全部全部普通。全部普通。寝るわ。これわからん。どう考えてもなんもないもん。頼む、マジで終わりたい早く。俺これ本当になんかあった。俺も来た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 。何にも起きるな。異変がなければ出れる。異変がなければ出れるよ。バカ怖い。ちょっと待って。辛い。ガチきつい。ガチきつい。ありえないぐらい怖い。早く出させてくれマジで。おい、6日一生続くパターンバグこれ。これバグ。6日一生続くバグこれもしかして。ありえないぐらい怖かったんだけど。頼む。ここにいたもんさっき。なんもない。植物も普通。カーテンは、カーテンも普通のはず。こいつなんか俺の見てるけど。へ、頼む。なんもないよね。なんもないよね。椅子が2脚しかない。3だよね。2しかないぞ。俺が今まで気づかなかったバグ、これだ。これが異変だ。椅子が2しかない。3が正解のはず。確実に。やっぱり、やっぱり。これよく気づいたぞ今の。今の難しいやつだぞ。今の絶対難しい。次こそ、次こそ早く出たい。椅子は3つある。椅子3つある。おっさん、おっさんも普通なはず。目パキってるとないよね。花瓶もある。こっち見てくる。近づいたら叫ぶとかないよな。それやめて。奥にも誰もいない。天井もある。椅子も三脚ある。なんもないぞ。なんもないぞ。ついに出れんのか俺。ついに俺は出れるのか。ちょっと出るのも怖え。あいつ脅かしてくるもん間違えたら。ちょ、こっちを見てく。手の跡とかあったっけ。え、わからん。マジわかんない。またあいつ襲われるんだけど。マジなんだけど。頼む、終わってくれ。なんもないはず。行きます。出ます。頼む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 。ああああああ、出れた。出れたよね。クリア。よっしゃー。うわ、えぐかった。えぐかった。ガチで。
残りの異変18?